国会で激怒高市大臣、中国国営企業ロゴ問題で3月27日に国会において高市大臣が政府のサイエネタスクフォースの資料にこのように中国国営企業のロゴが表示されていた問題について次のような発言をいたしました。実際にご覧いただきますと高 まああのそもそもあの審議会のメンバーを選ぶときにしっかりとあの留意をするということだと思います。まあそういった書類が出てきたら私の場合を切れます。これになっておりましてこちら安全保障上問題があるとして複数の国会議員がこのように批判されておられますがこの問題を引き起こした。 タスクフォースの構成員、自然エネルギー財団の構成員が立憲民主党とも関係していることが確認されてしまいました。立憲民主党は現在、この記事を削除しているようでございますが、その他の記事は現在も立憲民主党のウェブサイトに残っていることが確認できます。また、日本の 電力系の政府の審議会などに国際政治や安全保障の専門家がいないなどとの批判も出ておりますがこの自然エネルギー財団に関してはソフトバンクの孫さんが会長を務めており財団側は、謎もの国家の中国やロシアと電線をつなげろなどと主張しているような存在であるため以前から批判が出ておりました。 今回問題となっているタスクフォースは政府の審議会のような法的根拠はなく河野大臣の権限で設置されておりこの河野大臣にも飛び火しておりますが政府の審議会側からはタスクフォースに対して使用している資料が間違っているとか太陽光発電は中国企業だらけなのに日本で増やしたら中国側の影響力が拡大するとして 国益というものを分かっているのかなどとの批判が出ていることも確認されておりますこのタスクフォースはもともとガス抜きで設置されたものだとの指摘もございますが政府や国会にはこのタスクフォースが政府の意思決定にどのような影響を及ぼしてしまったのか調査し公表していただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただき ありがとうございました。